どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日ですけども、このパーティーで鬼を倒してみようと思います。このパーティー人面犬6体です。だいぶ暇な人みたいに見えるよね。見えちゃうよね。人面犬を6対99にするなんて。でも、まあ、一応見てみてください。スキルが人面パラダイス。隣が同じスキルだと、全ステータスがショーアップするってやつですね。これね、数珠つなぎと同じかなと思ったのよ。全部つながって、ステータスが上がるかと思いきや、そうじゃないっぽいね。ここにいたら、こことここだけが、効果があるみたいね。うん。これ全部が人面犬である必要はなかったっぽいです。うん。別にこんな下3人人面犬じゃなくても、スキル効果は発動してるので、どうなんだろうね。ショーアップ。やっぱりね、ショーっていうのがちょっとね、嫌なんだよな。まあ、とりあえず、ここの鬼時間で、鬼と戦ってみます。あれ、赤だったか。赤鬼でしたね。いや。とりあえず赤倒せないと話にならないからね。でも普通に言ったら、赤でも、ほぼ無理だからね。うん、そこをこの E ランクだけ、人面犬だけでいけるかどうか。これちょっと見物よ。ちょっと効きすぎ効きすぎっしょ。ボコン減ったじゃん。好物は中華か。ということは、エビチリで回復していけばいいのね。あ、100ぐらいダメージは与えれます。あー、でもね、ちょっと待って。もう一回食らっていいか。オッケー。このね、回復するタイミングっていうのが、すごく重要だから。ちょっと待て。取りたい。取りたい、取りたい、取りたい。よし。おお、やった。ちょっと待って。はい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 。これで、こっちに来るでしょ。いや、あれは、クローニだけか。クローニだけだったかもしんない。中華じゃ、170ちょっとしか回復しないんで、スペシャルラーメンの方が回復するね。おい、何ガードしてる。うん。はい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 。まあまあまあ、やれそうじゃない？この感じ。全然、やっていけるわ。うん、やっぱりガードするってすごくいいんだね。全然減らない。まあ、HP300 ぐらいなんだけど、やっぱ最初のガードするまでが問題みたいだな。はいはい。まあガードしてしまえばもうあとは全然倒していけるっぽいかな。はい。まあこのまま倒してみます。いけるでしょう。もう少しですね。もう少し時間はかかる。倒すのに結構時間はかかるけども、全然倒していけるね。時間とアイテムは結構必要だけど、まあラーメン全然買えるしね。うん。まあ時間が5、6分かかる。倒すのに5、6分かかるけども、うん、倒した。赤鬼は余裕でいける。これ黒鬼もいけるんじゃない？この感じだったら多分いける。黒だ、黒だ、黒が出てきてくれた。さあ黒いけるかな、どうだ。うん、一応逃げてみるけど、まあいいか。行くぞ。ネックなのはやっぱりね、黒の攻撃速度だと思うんだよね。
最初にガードが決まってくれれば、なんとかなると思う。おお、聞く！ちょっと待って。分かってる分かってる。分かってる。それは分かってる。よし。ガードして。ガード！よし！こうなってしまえばもういけるんじゃない？いやー、ダメージえぐいな。ダメージえぐいな。うん。いやいやいや、よし。とんでもない攻撃回数。いや、でもいけるか。よし、よし。バカとんでもないよ。攻撃回数が、いや、えぐすぎる。オッケーオッケー、こっちが、やられるから、いいでしょ。HP 低いやつが多分やられるもんね。違うんかい。違うんかい、お前。まあいいや。こうして、こうしとこうか。オッケーオッケー。そっちやられていいからね。オッケー。よし。でもこれで、振り出しに戻った。よし。いけ。よし。耐える。よし。なんとかいけるか、これ。なんとかいけるかもしんない。よし。ガード。ガード。アイテム。もう。いや、アイテムがさ、回復する前に、敵の攻撃が来ちゃうな、これ。うっ、くー、きつすぎる。とにかくガードして。よし。いやー、なんて攻撃回数だ。やっぱスピードがね、全然足りないわ。ああ、総崩れ。やっぱり、あのね、素早さが、200は欲しいな。200は欲しい。いやー、赤には勝てるけど、黒にはね、これ、まず無理かな。ステータスの問題だ。これ、呪術つなぎみたいに、全部で効果があるんだったら、おそらくね、素早さ200はいくんだけど、とても200はない。160とか150台じゃない？素早さ。人面パラダイスでは。厳しいね。やっぱり素早さ200以上ぐらいないと、敵の攻撃にちょっと圧倒されて、どうもできないです。できない。ちょっとね、Eランクだけは、今のとこ厳しいかな。まあ、もう少し、ちょっと妖怪を選んで、やってみて、してみたいと思います。頑張ってみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。